北海道犬はアイヌが飼育してきた日本犬種である。アイヌ犬とも呼ばれる。縄文時代初期、縄文人が東北地方から北海道へ渡る際に同伴したマタギイヌが北海道犬のルーツだと考えられている。アイヌはこの犬をセタと呼び、ヒグマやエゾシカの重量、これに付帯関連する諸作業に用いてきた。弥生時代に入ると、 日本に移住したトライ人によってもたらされた犬と日本在来犬との間で根血が始まったが、地理上の理由から北海道ではトライ系の犬の遺伝的影響は最小限にとどまり、縄文犬の血統が維持されたというのが現在、定説になりつつある。これは田辺祐一が犬の血液分析を行い、琉球犬と北海道犬に類似が見られることから導き出された仮説である。 現在遺跡から見つかっている縄文犬の骨と北海道犬に体格や骨格の特徴に類似が見られず、またミトコンドリア DNA の解析では異なる結果も出ている。別の説では、鎌倉時代に本州から北海道へ移住した人たちに連れられてきた中型の重量犬が祖先ではないかとも言われている。東部白髪の北海道犬他の日本犬と同様に、 北海道県にも産地による系統が存在するが、トラゲ模様の犬を厚間系と呼ぶ。イブリカ内厚間町の町の獣として厚間県が定められており、厚間郵便局の風景印にも記されている。1858年に厚間を訪れた松浦武史郎も日誌の中で狩猟犬として優れた北海道県の様子を記している。北海道犬のドッグ賞は、 展覧会と呼ばれるのが普通。屋外でエンジンを組んだ犬とハンドラーに対して審査員が審査基準にのっとって犬を選びつつ、波足、早足の指示を繰り返し、その間に優秀犬が順次繰り上げられ順位が決定する。従ってハンドラーにも一定の運動量が要求される。審査基準は北海道県の特徴を示した。 標準にどれほど近づいているかどうかである。北海道県のドッグショーでは、合わせて重量競技会を実施する保存団体がある。これは、檻に入れた熊に犬をけしかけ、その動作や態度から猟犬としての能力を競うという、他犬種のドッグショーでは見られないユニークなものである。芝犬や秋田県ほどポピュラーではないが、ドイツでは繁殖が行われているという。 2007年春より放送されているソフトバンクホワイト家族24の CM では湘南動物プロダクション所属の北海道犬が舞台となる白戸家のお父さん犬として出演している。2014年3月まではカイト、ネネによる2匹一役で同年4月以降はカイの子供であるカイトが後を継いでいる。ありがとうございます。